はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方をやっていきましょう。ではね、頂上決戦やっていきます。今回選択チャレ押してます。サボタンを押してるけど、お、結構長いですね。キングダリアさん、先生取った。キングダリア、もともとの名前ではないですよね。キングってあんまつかないですよね。クラウザーとラッキー、ユアル、ハオーマル、クロゼロか。これどうしましょうかね。いや、クロゼロやな、もう。ハオーマル最近信用できひんからね、ほんまに。うおほ、マチュア、レオナ。マジっすか。マチュアとレオナ。どっちかな。レオナめちゃくちゃ強いな。レオナにしよう。レオナにしますわ。さあ、強 LR は最後、クーラっすね。クーラとアーデルハイドか、UR は。こっちなんやろね。これ、レオナは当然ですけど、後出しっすね。出したターンから2ターン無敵なんで、だから後に出していくんですが、マチュアがいるから、警戒せなあかんな。女キャラ多めに行くかな。いやー、でも、ヤシロは出しときたいね。これで行くか。初ターン、クーラか。ユリを捨ててって感じかな。これで行きますかね。クーラー置いてるかな、前に。あ、置いてない。アテナか。このアテナは、一応緩く叩いた方がいいかな。ペリー強いからね、これ。あー、ほら、やってもだ。緩く叩くべきやった。あー、クーラー来たよ。やめてくれ。氷やめて。やめて、氷。フローズン、アリーナー。うほほほ。減りすぎじゃない、ユリ。旋風は？旋風出てる？あ、出てる、出てない。よっしゃ。これ、そしたらもうレオナでしょ、当然ね。レオナ、いや、ちょっと待って。今でいいかな？今でいいね。先にバースターウルフ。あー、そこか！そや。今のこれ、アンヘルに飛ぶ、あの、サークルみたいなマークがあるところに飛んでいくよね。いやー、今のはやってもうたな。まあ、でもこれ、クーラー倒せるかと思うんですけどね。倒せないか。この列車がめちゃくちゃ強いんでね。で、クーラーちゃうわ。もうテリーのゲージ溜まってますね。これ強いっすよ、レオナは。こっから2ターン無敵なんで、ほんで。やられへんからね。最終。お、ゲージ溜まりそう、最終やったら。どうかな？お、いいね。レオナがもうどんどん殴られてもいいんすよ、これは。全然 OK。2ターンは生きてる。さあさあさあ、どんどん殴ってくれ。うん。レオナもう一回使えるね。これ先にもうバスターウルフやな。先バスター。これでクーラー一旦倒しといてと。で、列車はハオマル。でもこれ最終ね、倒した方がいいんかな？めまいした。これ置いとってもいいな。置いとってもハオマルは列車でやられるかと思うので、こういこうかな。沈黙か。ビッグね、倒しとくか。ビッグ倒しとこう。で、クラウザ怒り下げハオマル。ハオマルというか、もうハオマルこれ確実にこれで倒しましょうか。列車強っ、マジで。で、レオナこの次のターンも死なないので。うお、マチュア来た。アーデルハイドはテリコに飛んでくるよね。フローズンアリーナ。レオナは強いよ。このターンずっとこの壁になるからね、ここで。さあ、ジースクラーゲン、やめて。テリコはやめて。テリコ生かして。ヘブンズゲート、うおほほほ、来て。もうレオナは完全無敵。このレオナやばいね。頂上じゃ特にこうやって使えるから。で、次のターンはもうレオナはやられてしまうんで、ああ、踏ん張ってもゲージたまらんかったな。ここはね、もう前に2体出さなあかんな。ラッキーとアテナ出しましょうか。これでいきます。で、アテナまず打って。あとはマチュアがあれですね。マチュアをどん倒していかなあかんな。さあ、ヘルバーン。いけ。うん。で、ここのアーデルハイドは、アテナで倒したい。よし。ああ、倒してないか。レオナ、できるだけ列車をね、やっぱ入れたいんで。列車をマチュアに入れていきたいんで。もうキャラいないかな、これ。もういない感じ？それならいけるっすよね。先にバスターウルフ。さあ、バスターウルフからの V スラー。いや、マジレオナ強いな、これ。めまいした。レオナ、マジ強いわ、これ。ほら。うん。これでも復活すると列車消えるっすよね。さすがにね。ヘブンズゲートは、あ、ラッキーね。復活すると列車は消えるけど、もうこのマチュアシールド貼れないから、いけますね、これは。これでいけるね。いやー、レオナでよかったな。マチュアとレオナ一瞬迷ったんですけどね。まあ、よくよく考えたらやっぱ列車が強いし、あと2ターンやられないっていう特性がね、強すぎるんで、まあ、マチュアよりもやっぱダントツでレオナかなっていう感じもね、しましたね。まあ、この戦い見ててもそうかなっていうね、
思います。はい、では頂上決戦の続きやっていきましょう。ボタン押しました。フランクマッチをしてます。先生くれ先生くれ先生来た瞬間の安心感が好きなんですけどね頂上やってる人はね分かると思うんですけど、この先生をピッてね、これで、あ、チャリできたチャリできたさんやな。チャリできたってね、ネットをググっていただければ分かると思うんですけどね。まあそういうね、あの面白い昔の中学生かな、あれ、チャリできたっていうね、有名な中学生がいるんですけど、ナコルルとレオナ、シェンとネームですか、シェンかな、先生取られてるね。うおー、マッチュアとマキシマ、マッチュアとマキシマやったらどっちかな、マチュアとマキシマやったらマチュアかなマキシマの方が好きですけどね。まあ頂上やったらって意味ではマチュア。うわー、空手や、マジか、うーわ、空手とオワートやって、これマジっすか、いやー、やばいなこれ。マキシマ、マキシマというか空手がきついマジで。先生も取られてるし、オワートなんか出したらあかんよねこれ。あ、でもオワートとタクマもいるんか。一応オワートの火力上げれるけど、いやあかんな、これもう賞金首でいらんとこ飛んでいくからな、めちゃくちゃ使いにくいんですよ。どうすっかな、レオナ、これでいっか、これでいきましょうか。いや空手は強いわマジで、空手は強い、カウンターが強い。これレオナゲージ溜まったけど、まだ打たんとこかな。そうっすね、うん、ロバートに飛んでいくと思うので、ここはまだ打つ。あ、めまいした、めまいした、いいよこれは、このめまいいいね、ほんまに。さあここ下げへんでしょ、空手下げへんかったら、あ、下げたか、下げたら V スラッシャー打ちにくいな、下げるんか、下げたら V スラ打ちにくいんで、まだ打たんとこかな。うん、まだ打たない。空手こうかな、こういっときましょう。一応進撃は使わない、使わない、使っちゃうとこのラッキー倒すだけ、どっちにしても危ない、倒すかなと思ったけど倒さんかった。さあここはラッキーを下げて、空手使わない、空手溜まってますよね。そしたらタクマとレオナ前に出して、ヘブンズゲートは、あ、ヘブンズゲート空手に飛ばせるね、こういこうかな、これでいきます。まず鬼神撃から、V スラをまずラッキーにぶち込んで、ヘブンズゲートはこの空手に行きます。さあ行け、1回目の踏ん張り、踏ん張り入れて、マチはシールド貼った。できるだけもうここは空手に踏ん張り使わせていきたいですけどね。うん、残裂剣デスロー出てないのか、マジか、デスロー出てないからロバートにしとこう。空手は今1回踏ん張りましたね。さあ来るんじゃない、マキシマ、そろそろファイナルフォーメーション打ちに来るんじゃない、ウィップと、ああ3体出し、覇王昇降剣は使う、ウィップはセスチャーはシェンやね、シェンは生きてる。レオナは倒さないように来るんかな。そしたらこっちもウィップ調整しましょうか。このままいきます、このままいってウィップを調整。あー、これでもあれやな、マチュアでロバート倒すかな。あー、倒すよね、そうか。でマチュアでも結構 HP 回復しましたね。さあここは、そろそろマキシマかな、てか出さざるを得ないよね、このメンバーやったら。うん、マキシマアーデル先にアーデル使うんかな、これそしたらさっき空手、次アーデルか、でその後にマキシマ使ってアーデルを2回打つっていう感じになるんかな。あー、シェンやられるね。さあこれでもう1回マキシマちゃうわ、アーデル打ってくるかな。あー、来ますよね。ただマチュアはシールドあるからこのターンは耐えそう。うん、シールドがやっぱ硬いね、シールド硬い。これ、あー、めまい、マジで余計、てかめまいするんや、これめまいするんすか、ここ。さあ覇王昇降剣の出番やな。アテナって状態上解除ないよね。よし、これ賞金首がどこになるかやけど、ナコルルにしとこう、ナコルルにしとく。賞金首は、うわ、打つまでわからんってやつ、マジで無能やん、ロバート。打つまでわからんはないよね、これ。あー、まあマキシマや、マキシマに飛んでドリル、ドリルでウィップが倒せないかな。マキシマでも2回ぐらい
緊急回復入るんじゃないこれ。入りますよね。2回入ったね、今。よしよしよし。2回入ったから、次の町は飛んでいくんじゃないかな。さあ、ここ、牧島でもゲージ溜まってそうやな。てか、溜まってるか、多分。下げたらでも、あれですよね。味方に与えれないからね。そこが使い方難しいんですよね、頂上は。マキシマがやられそうになったら下げざるを得ないんですけど、下げるとマキシマの能力を活かせないから、だから頂上と噛み合わない。マキシマはその代わりアリーナではめちゃめちゃ強い。うん、これ使ってもね、後ろにいないからね、誰も。だから、渡せない怒りを。さあ、これめまい持ちもいないね。さあ、ここマッチは前に出すか。もうそろそろね、出さないとあかん。こういきましょうか。まずここにアテナ。もうこれ空手を当然倒す感じでいきたいけどな。ヘブンズゲートも空手に飛んでいくね、これは。飛んでいって、うん。ここはもう空手を倒しに行きたいが、どうかな。さあ、ディスロー、ウィップは倒した。さあ、ここもマッチュはもう一回復活できるから、マッチュはの出番なんですけど、見せ場なんですけど、いやー、でも牧島ゲージ溜まってるかな。あ、空手か。空手。うわ、ここマチは復活使いたくないね。あー、マキシマ。マジか。これで、マチは生きてくれ。まだ復活は使いたくない。よし、めまやめろ。よし、危ない。そしたら、これはもう、こうやな。ここは先にとか、マチはしか使えない。ヘブンズゲートを空手。空手は倒せないな、でも。倒せない。マキシマはもう一回あるんかな、緊急回復。デスローで、もうでも回復できないね、これは。デスローで倒せなかったけど、マキシマはもう回復できない。お、マチは倒してくれるの？マチは倒してくれた方がいいんじゃない、これは。マチは倒すと、あれやもんね。こうかな。そうか、でもゲージたまらんのか。そうか。さあ、デスロー打って。お、ロバート。微妙に生きてる、マキシマ。マジかよ。ロバートが活躍したと思ったんやけど、一瞬。さあ、ここは、ゲージ溜まってない？ジスクラーゲン。ロバート打ちたかった。ロバート打ちたかったな。マジっすか。いやー、やばい。空手は？空手溜まってない。怒り下げないよね。よしよしよし。よしよしよし、いいよ。そしたら、ここはもうさすがにあれっすね。こうやな。ロバート前やね。で、これで倒せるでしょ、どっちか。うん、空手はもう踏ん張りできない。よし。踏ん張りができないから。で、ここでロバートのゲージが溜まれば、多分マキシマ倒せるので。マキシマ、ちゃう、ロバートがやられることはないでしょ、ここ。うおー、溜まってるんかい。生きろ、危ねえ。マジ危ない。危ない危ない。生きろ。うわー、マジで。ロバート最後まで役に立たん。マジかよ。ロバート役に立たん。まあでも今回だいぶ健闘したんじゃない。ロバートね、なすりつけられて、空手とロバートでなすりつけられて、まあだいぶ健闘したでしょ、今のは。さっきの、あれね、スキルで倒しかけとったんですけどね、マキシマ。あれで倒せとったら、勝てたんですけどね。いやー、ほんまもう、ロバートのなすりつけだけは堪忍やわ。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。